お疲れ様でございます。えー、今回はですね、ウルオいビフェスタインサマー2024。あれからどうなったかなっていうことだったんですけども、7月28日の朝10時から12時間ですね、深夜22時まで、えー、ライブ配信がございました。もうすでに終わったわけなんで、こちらのアーカイブ視聴っていうところをね、クリックしていただくと、該当の動画を見ることができると思いますけども、 ま、このね、2024年の、もう、夏っていうんですかね、今日は7月31日ですけども、今年の夏ももういよいよね、まあ折り返しというか、大体片付いたかなというところで、えー、どうでしょうかね。何か、一つでも二つでも、思い出らしいものはできたでしょうか。まあ、例えばね、まあ、海に出かけたんだよ、ということもあれば、バーベキューやってきました、とか、一、えー、泊二日でキャンプやってきましたよ、とかね、まあ、山に出かけて、えー、満喫しましたよ、とか、まあ、様々あると思いますけども、この夏の時期にですね、 まあ、美肌目ですとかね、それから潤う肌を作るっていうね、そんなこともあるわけなんですよ。まあ、夏っていうとどうしてもね、紫外線を下げたりとかね、肌に悪い、えー、そんな時期なんではないかなというところもありますけども、まあ逆にですね、この夏をしっかりと対策できることっていうのは、美しい肌を作っていくのかなというところもあると思います。まあ今回の潤いビーフェスタっていうのは、まあそういったところにね、この講師の方が、 まあ、10名ほど出てきて、えー、交代交代でいろいろと貴重なアドバイスをくださるということですよね、まあ。皆さん、肌がとってもね、え艶やかで、麗でいでらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、いい笑顔をされてますよね。はい、ここにこう書いてますね。潤う,うことから始めれば人生はもっと美しく変わる。うん。毎日、自分の顔を見て、まあ、ほとんどの方がね、過ごすと思います。まあ、でもね、思ったよりもね、自分の顔って見る瞬間少ないんですよ。 うんまあ、私はその YouTube をやってる関係で常に、ね、自分のこの顔と、ね、付き合ってるような感じですけども、まあ、どんなに、ね、ナルシストな女性でも、うんまあ、1時間に1回とあの鏡を見るよっていう習慣はなかなかないと思うんですよね、まあ、ですので自分の美に、えー、ちょっとね遅れ気味なところもあるかなっていうところをこの潤いビーフェスタで改めて自分の美に対して最も敏感になっていこうという、まあ、そんな形で。 9名の潤いの専門家が夏にさらに美しくなる蔵出しビューティー情報を伝授する祭典ということになっております。まあ、今こそお肌も体も心も潤して夏の疲れを癒やし、まあ、潤しい2024年夏を過ごしましょうということですよね。夏は 過ごせましたかね。8月はどちらかというともう日が傾いてきて、だんだんこう、夏の名残というかね、残暑見舞いと言いますか、まあ、秋に備えていく時期ですんで、またポジションが変わってくるのかなと思います。今回の潤い美フェスタ、3部制でございまして、まずは午前の部分はこのようにあってね。で、我らが奈美さんは、13時から14時50分の間でお話しくださるということで、13時40分から、痩せる方で収入アップと、痩せる方、あ、見せる方ですね。 痩せる方じゃなかったですかね。見せる方で収入アップということでございますね。なるほどね。うん。確かにね、魅力的な人にはね、やっぱこう、人の目も集まりますし、お金も集まるのかなと思っちゃいます。まあそういった意味で、まあ潤う心と財布が潤ってね、収入的にも潤っていきましょうということなのかもしれないですね。で、今回は潤い漢方整体師ということで、ナミさん出てくださってます。え、その他、 素敵な講師の方がたくさん出ていったわけですけどもそれぞれどのように効果があったでしょうねはいまたねナミさんからのレポートも頂きたいと思いますけどもこちらの方です見せるる方で収入アッップ強化人生が変わるボディマインドスピリッツ、ねえー、特にね潜在意識活用ライフコーチということで、えー、専門チャンネルも持たれてるナミさんなんでそちらの方もチェックしていただきたいかなというところでございます うん、生体良術師歴20年ということでねなかなか20年間この美に追求を傾けてらっしゃる方っていうのいないんじゃないかなと思いますけどねリラクゼーション生体師ナチュラルテイスト主催ということでナミ、まあ、さんはねやっぱこう、えー、施術員もされてますからねそちらの方でのファンの方も多いのかなと思います、うん、でこのようにプロフィール書いてます私自身幼少期の頃 病気ではないのに、さまざまな体の不調があり、健康な人に憧れていました、うん。30代の頃、リラクゼーションのお店を立ち上げた後に、生体、療術で病気ではない不調を改善できることを知り、また深く学び、今では手技による治療系の生体、療術でさまざまなお体のお悩みを解決しております。また、内面のお悩みはセッション。 潜在意識を活用したコーチング、潤い漢方カウンセリングで心と体の健康美を目指すお手伝いをさせていただきますということで、素晴らしいんじゃないですか、うん、ぜひね、アーカイブからご覧いただきたいと思います、まあ。その他ね、こうやって美に関してはこれだけの方が集まってらっしゃいますので、もうこれ以上言うことはないんじゃないかなというところですね。はい、Facebook ライブで無料配信ということでございました。 でちょっと付け加えさせていただきますと、いつものことですけどもうん、まあ、私から、ね、メッセージを送るとしたら、まあ、きれいな肌もそうですし健康体もそうですしねうんで大事なのは規則正しい生活を送れますすかってことなんですよ。生活が不規則になるってことはねやっぱりこう規則正しい生活を自分自身コントロールできてないってことなのかなと思いますよね。 うん、でやっぱりこう安定した生活を送るっていうのはそれなりにエネルギーが必要です同じ時間に起きて同じ時間にえ食べる同じ時間にね、えー、そのほか日常生活動作をするってこと、まあ、これがピシッと決まってる人っていうのはその体の内部のサイクルもそのように回り始めるんですよね、まあ、なんせねあの世の中っていうのはいろんな マインドで動いいてまますすろんな都合がありますそれに影響されて世の中にいわゆる振り回されて流されれてててて流しまうと延々と自分の人生ってやっやこないんですよ、うん、だからやっぱりこう決まった時間にね決まった量だけ食べる突発的に何かを起こすってことをね極力抑えていかないといけないと思いますしまあそうなると、まあ、人の意思に振り回されて、えーまあ、流される人生から避けることができてですね自分自身の人生を踏みしめることができるのかなと思います。 でやっぱりね世の中にはさまざまな窓足が多いですからやっぱりそこから逃れていくことが非常に大事なんじゃないかなと思います、うん、例えばね未だにやっぱりねあの砂糖の, <laughs> あの食べ物になっちゃいますけども、うん、砂糖の害悪ってものすごい強いわけなんですよ、うん、であの小児がんっていうのがねあの究極的に増えてきているのは、うん、やっぱり離乳食っていうものがありますけどもね、うん、やっぱり1 1歳歳から1歳半まではあの まあ、生まれたばかりの子供ってのはね、甘いものしか口に入らなくなってるんですよね。まあ、そういう意味で、あの、甘いミルクってものを中心に食事をとっていくわけなんですけども、だんだんとですね、そういったものから味覚っていうのは人は変わってきます。例えば、幼い頃ってのは、ビールがどうしてもね、苦くて美味しくないと思っていたわけですけども、やっぱりある年齢を過ぎると味覚が変わってきて、苦いものとかね、えー、まあ、ビールみたいなものがちょっと飲めるようになってくるとか、えー、それから、あの、 わさびってのがあるでしょ。わさびとか漬物とか香辛料、これどう考えてもわざわざ食べ物をまずくしてやってるんじゃないかなというふうに幼い頃思ってましたけども、でもお寿司を食べるときにね、醤油とかわさびってのを欠かせなくなってくるわけですよ。うん、でも多分子供ってのはわさびとか醤油をつけずに卵が美味しいっていう感じでね、うん卵の、うん、お寿司とか結構好きで食べるんじゃないですかね。 だからあれはまだあの甘さが抜けきれてないってい,いわゆる、ね、甘やかされてる時期なのかなと思いますけども味覚が変わってくるとねどうしてもね辛いものとかね渋いものっていうのを取れるようになってくるわけですよ、うん、でも延々と甘いものが好きとかねやっぱりこう,うチョコレートが好きとかねあの甘いものを増殖してるってことはなかなかその,離乳されてないのかなっていう見方がありますね、まあ、そういった意味でも味覚とかそれからそれにつながる腸とかね そういったところに健康をもたらそうと思うと食べ物とそれを取り囲む運動環境とかねそれから生とうってありますけども人間の活動ってのはね動く時と動かない時っていうのを、まあ、きちんと分けていられますかってことなんですよそういう意味で言うと睡眠時間が固定されるってことはね同じ時間に睡眠して同じ時間に起きれるってことは同じ時間に体を休めて内臓をねリペアする修理する時間に充てれるわけですよ。 まあそういったこともありますんで規則正しい暮らしっていうのは規則正しい人生を作るかなというところでございますまあ規則正しい人生があるとイレギュラーっていうふうな不規則にも対応できるようになってくるんですけども,もう普段がね不規則だともうしっちゃかめっちゃかになっちゃってね <laughs> 何も対応できなくなっちゃうわけですよね、うん、まあそういったところもあるんでこういうふうなたまにねライブ放送 10時から22時ありますよって言った時にやっぱ対応がなぜできないかっていうと普段が規則正しくないからイレギュラーに対応できないってことにもなるのかなと思いますあのトレードでもねよくあるんですよトレードね